こんにちは、萌です。今回は、アクリル絵の具で風景画を描いていきたいと思います。でいつもは四角い普通のキャンバスに描くんですが、今回は、見ての通りまん丸のキャンバスに描いていきます。で丸いのでイーゼルで上下固定してるんですけど、こうねちょっとグラグラしてます。なのでちょっと見にくいかもしれないですけど、こうやって描いていきます。でどんな感じで描くかというと、パレットナイフを使って描いていこうと思うんですが、ちょっと印象派風に描いていきたいと思うんですけど、パレットナイフを使う前に筆で、大体の色というか大体の絵を描いていきます。今塗っているのはもう本当後ろの土台に下地になる色を塗っているっていう感じです。でこれをしなくても最初からパレットナイフで描いてもいいんですけど、そうすると下地じゃなくて、キャンバス地が見えちゃったりとか、もうキャンバス地が見えないように塗っていくんですけど、なんか濡れてないとこが出てきちゃったりするので、私はまあまあ大きいキャンバスになるとこういう下地はね筆で描いちゃいます。でどういう感じの色にするかっていうのをだいたいこの筆で決めて塗っていくっていう感じです。なのでだいたいなので本当に下書きっていう感じですね。筆で下書きしてその上に、乗せていく、パレットナイフで絵の具を乗せていくっていう感じです。なのでもう最終的にはほとんどこの筆で描いたところは見えなくなるんですけど、下地塗りですねをしていっています。なのでもしパレットナイフで描いたところがちょっとこう後ろが見えちゃったりとか完璧に塗れてなくても、後ろのこの下地の色が見えるだけなので大丈夫って感じです。ここからパレットナイフで今描いていってるんですけど、これもね、まあ、ちょっと乾かしながら他も描きながらみたいな感じで描いていきます。やっぱりパレットナイフで、絵の具をのせていくとその分分厚くて乾きづらいです。乾くのがかなり筆で描くよりも遅くなるので、その分乾いてほしいところ、そこを塗りたいのに乾いてないから塗れないっていうところが出てくるので、そういう時はこうやって、ちょっと乾かして他のところを、今これ筆で描いてますけどちょっと描き進めて、こう乾くのを待ってっていう風にちょっと時間の無駄にならないように描いていきます。で、印象派風に描いてる絵も筆だけで描いてる絵もあるんですけど、今回はちょっとパレットナイフを使うのでここからが、ここから描いていくみたいな感じです。これはもう完全に下書きっていう感じです。ここから乗せていくんですけど、結構ねこれ適当に塗ってるなって思うと思うんですけど、ちゃんと見本の写真を元に描いてます。なのでなんかここの辺は影になる部分、一番後ろに来る部分とかはちゃんと黒とか入れてあげたりとか、こう狭山湖湖なので反射してる部分ちゃんと上と下がつながるようにとかいろいろ考えて描く。でパレットナイフいいところは筆で出せないテクスチャーがで出せるっていうところなんですけど、こう変わった感じのかすれた感じのテクスチャーが出せたりするんですけど、デメリットというか描きにくいなっていうところ、なかなか難しいと思われるところはこう筆とは違ってこう言うことはあんま聞かないので、自分が思ったように塗れない時もあります。結構もう慣れてるのでこうやってここにどれぐらい、この例えば先端部分にどれぐらい絵の具をつけてこうやって描けばこういうテクスチャーができるっていうのは感覚的にわかるんですけど、最初やり始めた時とかは
多分なかなか感覚がつかみにくいかもしれません。なので結構練習が必要かなっていう感じです。であとはさっきも言ったようにちょっと乾くのが遅いのでこうたっぷり塊をこう上に重ねていくみたいな感じなのでこう乾いてないところにどん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 乗せていくとただただそれが混ざっちゃって違う色になってっていうことになっちゃうのでそれを気をつけながら描いていきます。で混ぜたいところと混ぜたくないところちゃんと自分で分かっておいて塗っていくっていう感じです。であとは、先端部分を使うのか全体で塗っていくのかあとこうちょん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 こうスタンプみたいに押していくとまたテクスチャーが違うテクスチャーができるんですけどそうしたいのかまたは、こう横にスライドさせるように乗せたいとか端の方を使うとかなんかいろいろできます。なので例えば空の部分は平行にこう伸ばして使ってちょっとかすれた感じを出すとかあと森の感じ木の感じは先端部分を使って描いていくとかちょっと分けながらテクスチャーの作り方を分けて描いてます。あとは乾かしながら描いてます。であとはね、手前に来るものは基本的に奥のものよりもきっちり描くんですけど、これも森よりこの建物の方が手前に来てるので森がねこうかぶっちゃうとちょっと手前に来てる感じがなくなっちゃうのでちゃんとその辺は後で調節するとかですね。この細かいところとかはこの、パレットナイフの側面を使って描いて線を作るとかそういう感じですね。あとあんまりグラデーション綺麗なグラデーションはパレットナイフで作れないのでなんですけどこの色味をねちょっとずつ変えて、グラデーション作っていきます。それもパレット上でちゃんと色を作って描いていく場合と、ある程度ちょっと混ぜておいてこのキャンバス上でこうやって混ぜていくパターンがあります。でこれも今描いてる部分も最初に下地塗った青が若干見えてる感じもあるんですけどそれも残したい時は残すしもう完全に消したい時は消したりとかその時々によって変えていきます。なので後ろこれもし真っ白だったら全然違う感じになっちゃうので下地はね塗った方が楽かなと思います。あと下地を塗った方が無駄かなと思われるんですけど最終的に絵の具の節約にもなると思います。全部がねパレットナイフでのせた絵の具だと結構こうもったりさせて立体感のある絵になるのでその分絵の具の使う量が多いです。なので節約というかちょっと少なくしたい場合は筆で描いて筆とねパレットナイフ混ぜて描くのがいいと思います。でこの辺りこの辺とかはもうなんか先の方だけを使って細かくちょっとスタンプを押すようにちょんちょんちょんってしてあげるとこう立体的にこう浮き出てる感じが出ます。ただ同じ方向に同じように描いてるだけだと全部同じテクスチャーになってしまってそれはちょっとつまらないので例えば後ろの方にある木と手前の方の木は描き方を変えたりとかあと水面に映ってる部分はちょっとこうぼやかしてる感じにするとかこう、ね、横の方にこうやって線を入れていったり縦に線を入れていったりとかして完成させていきます。そして出来上がりがこんな感じになりました。あんまり丸いキャンバスで風景画って見ないかなと思うんですけどなんかこう丸い窓から見ているみたいな感じに見えていいかなと思います。どうでしょうか。
この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ということでまた次の動画で、バイバイ。